G, アップスプラウトは、コミュニティ FM ラジオ局 FM サルース、FM 品川で、ラジオ放送、ケーブルテレビ局イッツコミュニケーションズのコミュニティチャンネル、イッツコムチャンネル10でテレビ放送、YouTube ライブで、ライブ配信されている番組である。2015年4月4日から、コミュニティ FM 局の FM サルース放送開始。セントホーススプラウトのメンバーが、週替わりで出演する。 バラエティ番組。アナウンサーとしてのスキルアップのため、様々なコーナーにチャレンジしている。タマプラザ駅のタマプラザテラス内にある、イッツコムスタジオ、タマプラザで公開生放送している。2019年4月6日から、イッツコミュニケーションズのコミュニティチャンネルのイッツコムチャンネル10でテレビ放送開始2019年6月1日から、コミュニティ FM 局、FM 品川で、 放送開始。番組は、ほぼアーカイブスされており、YouTube で視聴可能。YouTube ライブでは、FM サルース FM 品川、イッツコムチャンネル10の放送終了後、4分間のみ、延長して配信されている。マイプレゼンテーション週替わりで、ファッションフード、朗読劇、カルチャーを紹介する。番組スタッフのパイソンが、実行委員会会長となり、 毎年1月パイソン大賞を発表。発表は放送終了後の YouTube ライブで行う。称号にはミスパイソンとなっているが、パイソン。大賞の受賞者のことをミスパイソンという称号を与えられている。通常のミスコンとは違い、エントリーも発表されない。ミスパイソンを受賞したものは表彰状と記念品のクリスタルの盾が贈られる。ありがとうございます。